と日本プロジェクト応援番組。今回は愛媛の海のごちそうを紹介します。佐田岬半島の突端、伊方町の三崎地区。瀬戸内海と宇和海がぶつかり合う日本有数の好漁場で、伝統的に海士による素潜り漁が盛んです。伊予市出身の尾崎武史さん31歳、大学と大学院で水産分野の研究に打ち込み、卒業後県庁の方で働いてたんですけど、水産関係の部署とかで働いてた中で、水産業への思いっていうのはすごい強くて、加えてその地域が衰退していってる現状っていうのを実際感じてて、なんか現場でやっぱり力になれることないかなと考えて、本当に恵まれた漁場でいいものが取れる場所で漁師をしたいと思いまして、一番いいところって思って自分が感じたのが三崎だったので三崎に行きました。今最盛期を迎えているのが幻の高級ウニって呼ばれるウニなんですけど、赤ウニ漁。その赤ウニが今回紹介する愛媛の海のごちそうです。極めて漁獲量が少なくてですね、ウニ類の中でもですね最も高価で美味しいと言われるウニでして、1日100回潜水します。素潜りで水深15メーター前後、できるだけ大きくて身の詰まっている個体を優先して一つ一つ丁寧に取れるのが海士だと思うので、できるだけ傷をつけないように心がけています。これが三崎の赤ウニです。尾崎さんによると、三崎の赤ウニは他の産地のものに比べてサイズが大きく、漁獲量も多いとのこと。さらにここの赤ウニの売りの一つが、殻に対して身がどれだけ詰まってるかっていうのが、やっぱ 10% を超えると身入りがいいっていうふうに言われてるんですけど、ここのいい個体とかだと 13-4% ぐらいまで超えてくるんですよね。やっぱここの漁場がかなり豊かでですね、まだまだ藻場が残ってるんです。ここの赤ウニは日本一を狙えるくらいの質とサイズだと自分は思っていて、全国にして漁師さんも漁協も地域も振興させることができれば同じかなと。ただ軒並み取れなくなってるんで、魚がアジサバが取れなくなっている、タチウオが取れなくなっているっていうのもありますし、他の軒並み取れなくなっている魚種の中で赤ウニは比較的取れる、しかもこのいい単価で販売ができているので、チャンスを逃さずですね、しっかり売り上げにつなげたいっていうのが私の思いですね。あなたの思い出の海ご飯ストーリーを投稿してください。素敵な海ご飯お待ちしてます。海と日本。